ハイゼットグランカー号は、ダイハツ工業が生産していた商用車である。日本国外では、エックストールとして販売された。先に登場していた、アトレー7をベースに、サードシートを外し2列シートか、2名、5名乗車とし、過失用積の確保、装備の簡略化などで、商用登録とした。ダイハツでは、もともと、商用版のデルタアイド版を販売していたが、 2001年11月に販売終了となっていたため、その後継的な意味合いも含め登場した。しかしながら、ボディサイズが軽自動車アルファとデルタ版よりかなり小さくなったことが影響して、同社の代替需要がつかめなくなる。こうしたことが理由で、第8社を納入している、法人ユーザーでさえ、親元となるトヨタの販売店から、プロボックス、サクシード、 タウンエース、ライトエース、ハイエース等の商用版や一部のトヨタ以外のメーカーの商用版を購入するユーザーが増え、ハイゼットグランカー後は販売的に振るわず、2004年にアトレ7と共に生産中止となった。軽自動車ベースのため、最大積載量は2人乗車時でも 400kg と、通常のライト版と同程度である。ありがとうございます。